ご覧いただきありがとうございます。賃貸山崎の田中です。本日は奈良市法華寺町にございます。1階、2階が使えるテラスハウスタイプの、綺麗なお部屋のご紹介でお邪魔しております。こちら、玄関からご紹介いたします。玄関の方にはこういった全身の姿見付きの綺麗な、シューズボックスがあらかじめ備え付けとなっております。中の方もこういった形ですね。かなりの収納スペースがあるシューズボックスとなっております。で、こちらがリビングのスペースです。こんな感じで縦長タイプのリビングとなっております。テーブルやテレビ台、ソファーを置いていただいてもまだまだ余力があるお部屋となっております。で、こういった形で窓が2面ついてますので、日当たりもねいいですし、風通しもバッチリできる、換気のしやすいお部屋となっております。で、こちらがキッチンのスペースですね。シンク、調理スペースともにゆったりしてまして、2口のガスコンロを置ける、置き場がございますね。キッチンの下の方と上の方の収納もバッチリですね。こういった小窓がね2面ついてますので、換気もお料理をしながら換気もできる素敵なキッチンですね。で、後ろのスペースも充実してまして、結構大きめの冷蔵庫や食器棚を置いていただいてもね、スペースが余るぐらいの広い空間ですね。で、キッチンの後ろが水回りのスペースです。まずこちら独立の綺麗なシャンプードレッサー付きの洗面台と室内の洗濯機置き場です。で、こちらがお手洗いとなっております。で、反対側には浴室がございます。肩までね、ゆったりと疲れそうな広めの浴槽が入れられておりまして、こちらにも小窓がついておりますね。そうだね、水回りに小窓がある物件というのはね、なかなかね、珍しいので、そちらもね、おすすめできるポイントの一つとなっております。で、こちらの方から2階にあります。手すりもね、階段の方にバッチリついてますので、安心、安全に上り下りできますね。で、2階のまず1つ目のお部屋です。こちら洋室となっております。今までこんな感じで日光がね、さんさんと降り注ぐ明るいお部屋ですね。そしてこちら、おすすめのポイントとしまして、ウォークインクローゼットがございます。ハンガーパイプでしたり、こういった棚がついてますので、本当にもう大容量ですね。ここだけでご家族分のお洋服収納していただけそうですね。で、最後にこちらのもう一部屋の洋室となっております。ちょっとねゆったりしたタイプとなっておりまして、こちらにも窓が2面ございます。で、こちらの洋室からはこのように南向きの日当たり良好のバルコニーに出ていただけますね。周辺の環境もこんな感じで、閑静なとてもね静かな住宅地となっております。で、こちらの洋室の方にもドーンと大きな収納がございます。まずね、こちら、押し入れタイプの収納となっておりまして、バタンがねついていますね。で、隣が、奥行きもございますし、幅もねかなり両手広げても届かないぐらいの広めのクローゼットがございます。こちらの方にもハンガーパイプがありますので、結構丈の長いロングコートなんかもかけていただける、本当に収納スペース豊富のテラスハウスの物件となっております。周辺の環境としましては、スーパーやコンビニも徒歩や自転車で通えれるところにございますので、お暮らしされてからの毎日の買い出しなんかもね、かなり便利な立地となっております。詳しい賃貸条件等につきましては、弊社のホームページでご確認ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは、皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。そして、賃貸のまさきでは、GoGo キャンペーンやネット予約サービスを実施しております。まずは一度お問い合わせください。